サンドウィッチマンは柄の悪そうな風貌から NHK を出入り禁止にされていたため、当時芸人の登竜門的存在だった爆笑オンエアバトルへ出ることができなかった。下積み時代、木造でゴキブリやネズミが頻繁に出てくるようなアパートで同居していたのだが、伊達の親が来た際、あまりの汚さに靴脱ぐの嫌だからいいと土足で家に上がった。ある時、伊達が米を炊こうと五穀米を研いでいると、黒い米が溶けていったため不思議に思っていたのだが、五穀米ではなくネズミの糞だった。富澤の手の甲をゴキブリが歩いていったことがある。伊達はゴキブリを見つけると隣の部屋に逃げて扉を閉め、取り残された富澤に殺虫剤を投げて退治してもらっていた。 M1 優勝後に引っ越す際、10年ほど万年床だった畳は人型に腐っていた。そんな2人の有吉からのあだ名は、田舎のポン引きと悲しきモンスター。